じゃあお前、俺お前と同じ年で重度のうつ病って診断されたけど、お前の配信だけが嫌じゃん。断ります、やめてください。俺なんかうつ病患者の心の拠り所になりたくないんで、俺も見放します。さよなら、今までありがとうございました。唯一のお前初あれ第一期生だぞ、ネモースチャンネル。お前が第一期生で頑張れよ、社会で。俺今まで視聴者誰一人として卒業させてこなかったけど、お前が第一期生だぞ。胸張って生きろ。どこ卒業したんだって、ネモースチャンネルですって言っていいぞ。今までありがとう、達者でな。初の卒業生が出ました、皆さん。おめでとう。履歴書書いていいぞ、頑張れよ。うつ病とか言いながらネットやってるやつほんとイライラするな。別になんか、ねえ、人とのコミュニケーションがあんまり図りたくないみたいな。そう、だから破門したやつなら退学じゃん。卒業したんだよ、晴れてめでたく。お前、袴と、今から袴借りてきて写真送れ、俺に。お前のご尊顔を、見させてくれ。初卒業者だぜ。OB、お前今度から OB だぞ、OB。てか、あいつ、次コメント2まで2月な。どこ行った、あの、うつ病患者。おい、どこ行った。くそー、逃げられた。ちくしょう。あったいて。あ、ダメだ。初コメント、ごめん。おい、ちょっと、俺とコミュニケーション図れ。頼む。悪口言わないから、もう。俺を心の拠り所にしていいから、しばらく。今日の枠まで。頼む。緑色でよ。ま、OB として、生きてってくれ。OB として。じゃなきゃ心配。死んじまったんじゃねえかって。そいつの気力絞って書いてコメントがそれだぞ。お前これでもしこいつ自殺してたら最後のメッセージこれだぞ。こいつが世の中に残した最後のメッセージ。ジュン、お前と同い年で重度のうつ病って診断されたけど、お前の配信だけが癒しだ。親になんて、俺親に顔向けできねえよ、おめえがコメントしなかったら。おいなあ、親に顔向けできないんだが。親に金持ち逃げされて、勝手に俺名義で借金されて上圧された。あ、なんかごめん、親の話して。なんか親の話してごめん。なんかあれだよな、自分の両親が死んでるのにもかかわらず、え、お父さんとお母さん何やってるのみたいな気まずさを感じた。ごめん、俺のことママって、俺のことパパって呼んでたじゃん。なあ、同い年だけど。俺のことパパって呼んでみ、じゃあ。親にか、なんかでも弁護士とかに言えば、債務整理してもらえそうじゃね？弁護士とかに言えば、してもらえそうじゃねえか、借金いくらなの。よかったな、家族ができて。今日こんなにも。今日こんなにも家族ができてよかったな。てか、お前コメント打つの遅っ。症状がお前手震えてんだろ今。パキシル飲めちゃんと。なあ。お前今手震えてんだろ、ブル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 っつって。福ちゃんみてえに。スラムダンク。17巻ぐらい参照。俺をもっと褒めてくれ。今日お前褒めるわ、じゃあ。お前のいいところ探したい。お前のいいところ探したい。借金自体より親に裏切られたことは、まあそうだよね。ね、親ってさ、何しても絶対的に裏切らないじゃん。だって清水明のさ、親父がさ、清水明の息子、清水良太郎がさ、覚醒剤かなんかでパクられた時もさ、家族ですからってやっぱ捨てないじゃん。女レイプしちゃったやつとか。高畑容疑者とか。普通の一般的な考え方だとさ、親なんか絶対裏切らねえと思うけど、まあ親も人間だから裏切ることはあるんだよな。6年半付き合ってた彼女にもそれが聞いて振られた。なんでおめえ、お前、おじゃあもっとなんか、いい話しろよ。なんかちょっとさ、最近あったいい話しろよ、お前。6年付き合ってた彼女は、まあ、彼女は女どうでもいいよ。女は腐るほどいるから、そんな女捨てちまえ。それ関係ねえ。それは別に、まあ、デメリットばかりでもない。お前はフリーになったんだ。お前はフリーになったんだ。それ最近あった一番嬉しかったこと教えてくれ。その彼女の件については、もう、悩むな。
時間が必ず解決してくれる。親に関しては俺触れられねえけど、このコメント消しとこう。ちょっとこの、ま、お前なんか適当にコメントしたら、お前のそのコメント消したい。ほんで俺があたかもなんか視聴者の相談に乗ってるいいやつに映るから。よし、これで、まあ、女なんてよ、星の数ほどいるんだから。よかったじゃねえか。映って語ることないし、ここで話したいんだ。ああ、なるほど。贅沢だな。いくら借金あるのか聞いてくれたって。いくら借金あるの。ごめんな、俺多分笑っちゃうけど。他人事だから笑っちゃうけど。いくら借金あるのか教えてください。俺がカウンセリングしてやろう。カウンセリング。まあ、1000万ぐらいだったら、200万実際、お前返せるよ、そんぐらいだったら。お前、それぐらいだったら、返せるよ。わかった、じゃあわかった。お前さ、お前さ、なんか特技は俺が雇ったやつ、俺がお前動画の編集させてやるよ、俺が。お前な、200万だろ、じゃあ1本1万で俺の動画編集させてやるから一生懸命覚えろ。200本動画上げたら、お前返せんだろ。なあ、お前動画の編集できねえのか。能力なくてもいいぞ。やる気があるんだったら俺がマジで一本一番でお前のことを雇ってやる。その代わり一生懸命やるよ。200万だったら1年で返せんだろうがよ。200万だったら1年で返せんだろう。一本一万ぐらいだろ、そんなさ。どんなんで、社会復帰してるやつになんで俺10万も20万も払わなきゃいけねえんだよ。そんぐらいが相場だろう。普通に働けば返せないんだけど、まずは俺がな、そのハローワークのさ、動画の編集する時間の日雇いの方が効率いいし、やだ、外行きたくねえとかさ、あるわけじゃん。外行きたくねえよとかよ、あるわけよ。できない、ご飯も3日に1食しか食べない。食べれないんじゃない、やらないんじゃない、できないんじゃない、やらない。俺はご飯も3日もダメだ。こいつはもう、士気が出て、もう思想が出てる、こいつには。やるけど、やりたい気持ちはあるんですけど、能力がありませんとかじゃない。俺はできない。お前からの頼みでも、大好きなうんこちゃんからの頼みでも、俺はできない。それだけはできない。人としての品性までは捨てられない。なかなか、真の強いうつ病患者だったな。まあ頑張ろうや。な、頑張ろう。な。もう消せらせら、消せらせらよ。一本一万は結構ありだからやった方がよかったね。3分の動画どうだったら。いいじゃんね。女に関しては悩み必要ゼロだな。俺は400万借金を姉に作られている理由が犬の治療費だった。悪い。俺400万かかるって言われたら命助けらんねえかもしんねえ。やっぱり最後は家で見たいですみたいな。そう、対外的に至極真っ当な理由つけて、いや、そんな辛い思いをさせられません。最後俺が家で面倒見ますって。お涙頂戴しながら家で面倒見るかもしれない。